自画像パントマイムパリのレビュー、川堀劇場の出し物、カチンカのための衣装、セルゲイ・ユーリエビチス・レイキンは、ロシア出身の画家、舞台美術家、ロシアバレエミやメトロポリタン歌劇場との関係で、知られる。公女領族に反する絵を描いたとの理由で、モスクワ絵画、彫刻、建築学校より奉公され、芸術世界運動に参画。セルゲイ・ディアギレフや、 詩人のミハイル・クズミンと親しく、ディアギレフの招きで1906年にパリに行き、サロンド・オートンヌ店に出品し、初めて国外で作品が展示される。1907年にペテルブルク切手の美人女優との評判が書く、詩人のアンナ・アフマートワの親友でもあり、アフマートワが1940年から1965年にかけて執筆した最長編作品。 主人公のいない歌に主役として登場している、オリガグレイ・ボアと結婚した。スデーキンは、フローラン・シュミットが、ロシア・バレエ団のために作曲した、舞踊音楽、サロメの悲劇の公演に向け、ディアギレフのために舞台と衣装のデザインを担当し、同年、ニコライ・リョーリフが、イーゴリ・ストラビンスキーの、春の祭典の舞台美術を担当した際は、その補佐に回った。10月革命になるまでに、 スデイキンは、ロシアで、最も進歩的な舞台美術家の一人に名を連ねる。1913年に、バレリーナのベラデボセとパリに駆け落ちし、後にグレー・ボアとの離婚が成立すると、ベラと再婚したが、1921年に、ストラビンスキーと出会うとその愛人になり、結局、スデイキンは捨てられた。ありがとうございます。